の東洋経済なんで、あの大臣の方から新生銀行のお話をしてくださったんで、それに関してなんですが、僕ここ数回大臣にこの銀行の問題をずっとお聞きしてきて、もし必要だったらもっとあの事情をご説明してもいいか分かってるつもりですけども、いっそのことですね、国はもっと公的資金注入して新生銀行の一株主になっちゃったらいかがなんでしょうか。 30% 以上持って一株主になるっていう、そう考えないでしょうか。私はね、何もそんなこれ以上に税金を吸い込んでということよりもね、今で 25% も発言権十分あるんだからね、それは 30% に対抗するには足らんかもしれんけれどもね、やはり、経営陣がちゃんとやっていけばね、私はやっていくこといけることが、金融庁から取り締まりは派遣するわけにいかねえんだからね、ねいくらあれしたりするんだってことで資本注入を増やしたところでね、やはり新生銀行自体がね、の努力でやっぱりやっておられる。しかしもっとうちの立場でね、指導しろということを強く言っていました。付け加えて、あのということは 大臣が今日特に強調なさってあることすると、前も申し上げたように、あの金融あれ安定化法かなんかで公的資金ぶち込まれて再生過程に入ってきた銀行なんですが、大臣の今のお話だと大臣とすれば全然再生できてないっていうふうに言っておられるということでよろしいんでしょうか。そうだよ、2期連続同じ状況ではね、再生デビューと言ってるとは言えないです。ご質問、はい、そうでしょう。リベラルタイムの大沼と申します。改正貸金業務についてなんですけれども、あの金融庁のですね、調査によれば、総力規制に抵触する人数はですね、960万人で、貸金業者がですね、配偶者貸付を、72% の貸金業者が配偶者貸付を、開始すると、個人事業主貸付について47.4% の業者が廃止するという結果が出ておりまして、まあ、要するにあの、関税施行法をですね、大規模な、影響が出ることが予想されているわけですが、それに対する、手立て、混乱が生じないようにですね、どのような手を、打っておられるか、その、どの程度ですね、あの実効性のある手立てを打っておられるのか、それをお聞きしたい。これはね、まあ非常にね、まあ、実態を知ればそれほどね、悩ましい世界ですね。借り手の中でもね、この良質と悪質とは言わないけどね、やはりいろんな、ね、借り手がね、混在しちゃってますからね、そういう中で一つプレゼントチームでも、大塚君が中心にってやってることなんだけども、特に個人事業者ね、個人事業者の緊急なこの短期の借り入れ、これについては一般の金融機関にしても政府系金融機関にしてもね、保護してくれないというね、そういう現実を貸金業が埋めてるという実態がありますね。高い利息を取ってという試案があるわけだけれども、しかし手に払わせないという中のそういう実需の部分が6月の施行以降ね、もう、まあ、バッと切られていくことについての大変なプランとまた試案もあるわけだけれどもね、そこらを個人事業者についてのグレーゾーンを含めてね、できるだけ、その配慮するようなね、この運用上のこの考え方をね、今表出してると思うんですけどね、示してますので、そのあたりは金融庁としてもね、まあ、グレーゾーンがあるわけですよ。そのあたりもね、グレーゾーンといっても金の貸し借りの話だからね、あれとはっきりしない関係もあるわけだしね、
それから精力的にね、金融庁としては注視をしながら行きたいと思いますし、また一般の金融機関もね、こういう問題に対して、自分たちもね、そういうね、部門に対して直接手を下さないとね、ダミを使ってね、利益を得ておったけど、メガバンクがさ、子会社を作ったりね、そういうとこに金を貸して、コール、毎回いわゆるコールで金を貸してさ、利益をずっと吸い上げておったわけだから、そうした本拠本元だよ、もちろんですよ、そこそこがこういう事態に対して、ね、金融機関に本来の姿の中で、そういう緊急小口のものにね、対応していく体制が取れないかとかね、いや、うちもね、そろばん環境でやってるんですから、金融庁、そんなこと言ってもね、そう簡単にできませんということになるかもしれないけど、自分たちも勝って仮想形、荒稼ぎしておったとは言わんけれども、ね、やってるでしょう、新生銀行だってことでしょう、でかくやったら、あそこにバーン吸い込んでたでしょ、どうしようってね、一応荒稼ぎに、ね、してたんだよ、それがこんな状況でこうね、ぎょーっとしまってきてることによってる打撃を受けてるという面もあるんだけどね、やはりそこらのあれを、法律を施行するという一つの、ね、枠の中でね、これをどう金融機関の応用動作としてやっていくのか、また政府系金融機関がね、そういう形に対してどう新たなプロができるのか、ね、大事悩ましいところだけど、やっぱ取り組まないかんところでやることは、ま、私間違いないと思う。これはね、社会福祉の分野までね、これはね、広がってくる分野なんですね、個人の場合はね。私も黙ってさ、あれはピタルと当たるような人間なんでながらね、あれはないけどね、こういう優秀な大臣がいますからね、彼はね、本当に道での子牛と同じでいいかげんやろ、花坂じいさんだ。あの対策は今あの、パブリックコメントに付してますので、まあ、その緊急避難的な対策をどうするかというのは、今、パブリックコメントを付してる最中ですので、一回それでご覧ください。はい、じゃあ次の方どうぞ。